本日、2021年12月31日をもちまして YouTube を引退させていただきます。急遽、動画を回してるんですけど、今から話すことは本当に自分の、ね、都合というかネガティブ要素が含まれてるんで、聞きたくない方はここで動画を閉じても結構です。大雑把に話すと、まあ、うつ病と診断されて、ちょっと精神的に余裕がない状態で、で実はね、その1ヶ月前ぐらいかな、ちょっと引退を考えてて、まあそれは動画の方向性だったり、まあ、自分が何やっていいか分かんなくなったし、まあちょっとね苦しんでたことがね何度かあって、友達に助けられて、何度かね助けられたりとかもして続けてたんですけど、ちょっとまさかのあと数時間で、年を越すっていう日に、ピークになりました。はい。まあ本当にね、今年はいろんなこと経験したし、まあいろんなものを失ったり楽しめたりしたんですけど、まあ一番大きかったのはちょっとね、地元の奴らにネット活動バレたっていうのが、一番衝撃で、ちょっとねこれを見られるのもね笑われるんですけど、まあ自分をさらけ出してきたんで、もう何年間も、まあ今更ねもう失うもんないと。ちょっとね今ねこうやって話してるのもね、実はね少ししんどいんで、まあなるべく手短に終わらせたいと思います。何度かねこういう精神状態はあったんですけど、まあどうせすぐ元気になって帰ってくるんで、まあそれがいつになるか分かんないんですけど、まあすぐかもしれないし、ちょっと時間かかるかもしれないんですけど、まあどうぞよろしくお願いします。 YouTube は一旦ね停止ってことで、まあ他のね TikTok などゲームサイトはモチベーションをね維持するために、やるかもしれないので、ぜひチェックしてください。最後に、なんかねただのねこういう挨拶動画で終わるのは味気ないので、明日って言うても明日はねその年明けの2022年1月1日か、今年の夏ぐらいに友達が柴咲コウが好きで、じゃあ柴咲コウで俺曲作るわって言って、それがもう完成するんで、それ明日アップして引退という形にしようかなっていう、もう意味わかんないでしょ。まあそんぐらいね精神状態もバカになっちゃってるんで、その曲を残して引退をさせていただきます。ありがとうございました今まで。またすぐ戻ってこれたら戻ってくるんで、まあもう一生、もしかしたらね一生帰らないかもしれないけど、まあその時はその時で、いつもこんなくだらない動画をね見ていただきありがとう、本当に感謝してます。本当に僕が一生償ってもね返しきれない恩なので、けどやっぱねネット活動はね、もう小学生の時から好きなので、ちょっとね一回心入れ替えて、完璧に元気になってから、戻っていきたいと思います。ありがとうございました。ちょっと一旦ゆっくりします。ありがとうございました。